はい、皆様こんにちは、ハーシチョンでございます。さあやっていきましょうか。はい、死んではいけないシャイニングパールパート7だったかな、どうだったかなって感じですね。はい、ね、前回の収録からね、なんとね3ヶ月経ってます。マジで覚えてないですね。まあマジで覚えてないです。はい、まあ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 、前置きは長いと嫌われちゃう傾向にありますので、ごめん言い直すわ、前置きが長いと嫌われちゃう傾向にありますので、早速やっていきましょう。ということで、高評価そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、前回のあらすじね、そう、吉田が倒れちゃったんですよね。吉田が退場しちゃったんですよ、ユンゲラーの吉田が。はい、ってことでね、新たにね村長を連れてきましたって感じだったような気がするんですよね。そう、おっとっとっと、村長、うん、まあまあ特性悪くないんじゃ、性格悪くないんじゃない。って感じでやっていこうかな。まあ潰って覚えてるだけで強いでしょう、きっと。ってことでやっていきましょう。ちょっと地面タイプかぶっちゃってるけど、そうで持ってやっていこっかな、はい、っていう感じ。よし、さあさあさあ、どんなホラーが待ち受けているんだかっていうね、これホラーゲームじゃねえよっていうね。よーし、じゃあとりあえず目的地行きましょう。はい、戻ってきました。はい、回復はしてきましたよ。はい、よし、後期。あ、ハシちゃん、お願いがあるんだけど、うっかり落としたポケモン図鑑、銀河団に取られたんだよ。そうだよな、こいつ、のんきに買い物してたら、ポケモン図鑑落として銀河団に取られたんだよな。バカだよな。頼む、一緒に戦ってくれないか。戦う、はい。よし、よし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 。足だけは引っ張るなよ。お前のせいでやられたら大変なことだからな。さて、銀河団の下っ端と銀河団の下っ端が勝利を仕掛けてきたんで、アゲハントと毒ケールか。はい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 、まあまあまあ悪くないんじゃない。よし。で、こっちなんだっけ、あー、しましロータね、理解。よし。よしよし。威嚇は刺さらないぞ、こいつらに。こいつらに威嚇は刺されませんからね。アゲハントはね、超前覚える時点で結構強いんですよね。っていうね、ちらっと対戦環境の話しちゃうんだけど、そんなに刺さってはないんだけどね。とりあえずスパークで倒しに行きまーす。経験値は美味しいよ、これ。経験値は美味しい。よし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 。で、はい、島地ロータレベル上がりますね。今の実質的なエースは島地ロータですからね。なんせ威嚇持ってっからね。よし。お、ボルチェンいいね。え、ボルチェンいいね。普通にいいぞ、これ。よし、これ外すわ。うん。ボルチェンはいいわ。うん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 。よし。ボルチェンは優秀な技。オッケー。で、そんなに速くないからね。本当にボルチェンは優秀な技。ベノムショック、どっちだ？どっちだ？ピッピ、俺じゃないの、俺じゃんかよっていうね。いや、攻撃下げんでもいいでしょ。毒系で別にさ、物理技持ってないんだからさ。スカンプか。了解。とりあえずね、ボルチェンしよっかな。ボルチェンしよう。よし、スカンプに。よし。この中で俺が一番早いっていうね。よし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 。とりあえずね、まあ次どうしよっかな。ただもう吉田いないからな。吉田いないから、エスパータイプっていうのがちょっと心もとないんだけど、ワンコロベかな。いや、ウェザーかな。ここウェザーに行ってみようか。うん。ここちょっとウェザーで行こう。よし。だから草技持ってたら終わるんだけど、まあ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 。相手のピッピはまあ、硬かったね。相手のピッピ普通で硬かったわ。よし、チャームボイス。あー、これはまあ効かんね。まあまあ、助け潰しになったぐらいか。で、とりあえず原子の力で、間違えた。でもこれは毒ケールに当たります。これは落とせるでしょ。あ、でも特防高いからな、こいつ。あー、まあ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 、急所か。急所か。オッケー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 。よーし。じゃあまあ、急所でもやっつけられないことはわかるのでね。はい。とりあえずチャームボイスで倒せてくれれば、それでいいです。はい。どうだ？よし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 。急所いいね。美味しいよ。はい。いいねしてんだ。サボってんだよ。オッケー。よーし。で、次、ニャルマーとか来るでしょ、どうせ。ニャルマーでしょ。グレックルか。グレックルか。どうしようかな。相性悪いぞ。のしかかりしとくか。間違えた。うん。よし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 。で、あーぶっと、まあ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 、麻痺してくれたからね。とりあえずチャームボイスで倒されたでしょ。倒壊ですね。はい。よし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 。って感じですね。はい。よし。ってことで、勝負に勝ちましたよ。うん。この二人に、なんてこったいだを。余計な一言付け出すと、おとなしく倉庫の見張りだけ知っとけばよかったと思う。あー、すげえ噛んだわ。って感じでね。ちくしょう！お前さ！お前、ポケモンに当たってんじゃねえよ、お前！
ポケモンをさ、うまくリードできなかった、お前のせいだからなーっていうね。アジトに戻って新しいのもらってくるか。お前ポケモンは道具だと思ってんだろう、どうせ。よーし、お、ポケモンつな、ちゃんと返してくれるあたりね。倉庫にしまっていた例の物はもう野瀬に運んだしな。ここをあえて下っ端らしく覚えてろって言ってる。おめえのその情けねえ面覚えてやろうと思ったけど、お前らみんな同じ顔だと思ってるからね、多分忘れるわ。バイバイ。なんなんだていうか、なんで銀河団が堂々と街中にいるんだ。ハシトありがとう。ポケモン図鑑取られたなんて七かまど博士に知れたら、そんなこと考えたくない。で、ハシトはこれからどうするの。え、もう七かまど博士のところにちょっと行こうかなと思っててさ。どう、お前も来る。のもせか。次のもせなんだろうな。ちょっと倉庫見てくるか。もうね。空飛ぶ、空を飛ぶミッケー、やったぜ。やったー、行ってよかった。よし、着いた。のもせシティにね。はい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 。もう今日はさ、早速ジムでいい気がするんだよね。だよね、もう早速ジム行こう。よーし。ね。まあまあまあ。今日はね、もう早速行っちゃおうかなって思って、先頭は、島次郎太でいいかな。また。ってことで、とりあえずまあ進めていくので、ちょっとカットしていくわ。よーし、着いたー。よし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 。正直言ってね、草技を持っていないからね、トリトドンとかナマズンとか来たら終わるんだよなーっていうね。よしよしよし。おっさんだな。よーく来たー。俺さばくそがロモセシティポケモンチームのチームリーダーで、そのままマクシマム仮面。水の力で鍛えた俺様のポケモンはお前の攻撃を全部受け止めた上で勝利するならかかってこい。よーし。あのね、撮影時間も1時間経ってっからさ、さすがにちょっとね疲れてんだよね。よーし。さ、ジムリーダーのマキシが勝負を仕掛けてきた。3体か。オッケーオッケーオッケー。ギャラドスね。オッケーオッケー。よし、こいつにはもうね、もう出す技決めている。よし。そんでもって島次郎太でしょ。で威嚇でしょ。今威嚇刺しに来るでしょ。はい。あ、でもお互いだね、これお互い様だね。うん、よし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 。で威嚇でしょ。そんでもって、はい、ボルチェーン。さすがにこれで落ちると思う。さすがにこれで落ちるでしょ。よし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 。まあこんなもんですよ。はい。で、島次郎さんの元に戻っていって、で、まあ、経験値は上がる。はい。で、まあ、一回ね、ちょっと一回まずは、いや、一回村長見せよう。一回村長見せよう。うん。で、何ですか？ヌオーさんか。そっか、ヌオーさんか。オッケーオッケー。どうしよっかな。ヌオさんか。筋肉行くしかないか。筋肉行くしかないか。それかウェザーかな。ウェザーにしてみるか。ウェザーにしてみよっか。とりあえずウェザーにしてみよう。うん、よし。天然ではないと思うんだけどね。天然ではないと思うんだけど、ちょっと侮れないので、まあ一応水技封じという意味でもあって、とりあえずヌオさんにはウェザーでいくわ。よし。で、どうだ。あ、でも結構食らうね。よし、まあヒッター。オッケー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 。いいよ、ここまでは順調。雨乞いか。雨乞いか。待って、貯水、一回貯水ってみてもいいか。あ、貯水かどうかちょっと確かめてみてもいいかな。うん、とりあえずまあ一応オッケー。聞く、貯水じゃないんだな、これ。マイペースとかか。よし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 。あ、でも、マイペースだったら混乱ならないもんな。これなんだ、天然か、本当に。これ本当に天然じゃね。マットショットか。はい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 。まあ、ここはいいでしょう。で、素早さ下がるけど、特に問題はないので、とりあえず、のしかかりでもう一回行きましょう。はい。あ、気づく薬だ。そうだな。気づく薬の存在忘れてたな。そうだね。私って本当バカだわ。うん。よしよしよし。のしかかり。はい、ドーンと行ってみようってな。よし、じゃあまあまた水の波動でいきましょう。はい。さあ、水の波動だね。最後何使ってきたっけな。フローゼルだっけ、使ってくるのって。何だったっけ、最後使ってくるの何だったっけ。よし。はい。で、
フローゼルだね、フローゼルだね。じゃあもう島地ロータでいいかな。うん、島地ロータでさすがにいい気がする。でまあ一応まあ特殊はまあまあ特殊じゃねえ、あの物理打点はねとりあえず、あまあラストだもんね、ということで、まあ、これで、うん、まあ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 、あのまあラスト1体、あのまあ威嚇で攻撃力下げるけど、こいつ物理寄りだと思うから、技がアクアテールとか持ってるはずだから、とりあえずスパークだな。いや一応充電しとくか、一応充電しとこう。よし、あーいつ、うーん、これ耐えれるか、あ耐えれる耐えれる耐えれる、全然大丈夫。よし、はい充電して、で次のスパークに備えましょう。はい、よし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 、とりあえず特防上がってるでしょ。でまあとやっぱ特殊打点できましたねって感じだから、スパーク、よし、あでも一応悪手できたか。オッケー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 、次も耐えるから、よし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 、みんなこれ忘れてると思うけど、死んだら終わりですからね。人生縛りですからね。すげえ勝っちゃってるけど。順調に勝ってるけど、これ人生縛りですからね。ということで、ジムリーダーのマキシとの勝負に勝ちました。うわ終わっちまったか、なんというか、もっともっと戦い勝ったかったら、そんな気分だ。よし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 。進化はなさそうだね。うん、オッケー。よし、まあ結果はこの通りだが、お前と戦えて、ものすごく楽しかった。なので、これを渡そう。はい、なんだ、あ、バッチか、そっか、バッチか、そっか、そっか、そうだよな。よし。フェンバッチね、了解。ゲットだぜ、ピピカチュウってな。よし、霧払い、あ、霧払いか、こいつが、こいつで勝って使える秘伝技っていうのは。なるほどね。これな、塩水かな、これ塩水でしょ、きっと。うん。ほらね。うんうんうん。あー、まあ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 、ピンチに、ピンチの時に強いんかな。っていうね。よし。で、まあ、こいつか。よし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 。じゃあ、一回帰りますね。よし、戻りましたね。とりあえずは、今日はこれぐらいしとこうかな。とりあえず、ジムリーダー倒したし、はい。次回ね、はいはいはい。次回、まあ、ノボセシティを探索する。あ、待って、探索しよう。探索しよっか。ちょっと身体のとこまでカットしよう。あ、なんだ？なんだなんだ、俺に気づいた、聞いていたな、俺の大声の独り言、本当ならポケモン使ってひねり潰してやるとこだが、俺は湖に行くので、はいはいはい、湖か、うん、やっぱ下っ端追っかける感じになってるね。よし、わかんない。じゃあね、このストーリーはカットします。次回ヨスガシティで会いましょう。ということで、ご視聴誠にありがとうございました。バイバイ。